はい、どうも、カツです。今回はサーモンアボカドブラックペッパー丼を作っていきたいと思います。サーモンとアボカドさえあれば超簡単に作ることができるので、しかもめっちゃくちゃ美味しいので、ぜひ作ってみてください。味は保証します。ってことで、サーモンアボカドブラックペッパー丼を作っていくでござる。はい、ということでですね、サーモンアボカドブラックペッパー丼を作っていきたいと思います。で、材料はこちらになります。で、まずはサーモンとアボカドで、調味料はニンニクとめんつゆで、粗挽きの塩コショウとごま油になります。じゃあ早速ですね、作っていきたいと思います。で、味付けしていきたいと思います。まずはめんつゆ、ひたひたになるぐらいまで入れちゃいます。あとはニンニクで、ごま油を大さじ1杯で、塩コショウで、ブラックペッパー、で、冷蔵庫に1時間入れて漬けていきたいと思います。中央に卵黄を乗せるので、まずは端っこから盛り付けていきます。ここに卵黄をトッピングします。で、最後にブラックペッパーをかければ完成です。ってことで、サーモンに感謝していただきます。もう彩り鮮やかでめっちゃくちゃうまそうですね。まずは卵黄から。ちなみにこの卵黄はウコッケーです。うわ、もうめっちゃくちゃやばいっすね。いただきます。めっちゃくちゃうまーい。やっば、ブラックペッパーがすっごい効いて、サーモンの旨味とアボカドのまろやかさ、めちゃくちゃうまいぞ。がっついて、いただきます。はい、ってことでですね、今回はサーモンアボカドブラックペッパー丼を作っていきましたけど、もうご飯が1杯じゃ足りないっていうぐらい美味しかったんで、もうぜひ作ってみてください。ってことで、この動画を見て美味しそうだなって思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。ありがとうございました。